はいどうも皆さんこんにちはこんばんはおはようございます。アナルザンセガーです。スターウォーズバトルフロント2マルチプレイやっていきたいと思います。今回使いたいのはヘビーのリモート爆弾、手動で起爆できる強力な爆弾と、近距離の投擲武器って感じですかね。インパクトグレネードほど遠くに投げれないんですけれども、任意で爆発させることができるので、なんだろう、正直私はインパクトグレネードの方が強いと思う。ただ使っていきましょう。うまく使えば結構大人数巻き込んで倒すことができるんだけど、いかんせん本当ね、投げれる距離をね、私がずっと言ってるこの距離が短いのよ本当に。プラス投げた後に起爆を押さないと爆発しないから、その本当コンマ1秒の時、戦いの時にね、さあタレットを設置して、こっちから来るやつを外に、置いちゃった。本当は中に置きたかった。おい、血負けがすごい。さあ行きましょうか。タレットをどこに置こうかな。向こう側がちょっと怖いから、こっちに仕掛けとこう。おい、OK。さあ今回私のブラスターにはボム効果、ボムショット効果がついているので、ただ発熱量が大きいです。プラス解除も結構時間かかる。おい、さあ今ぐらいの距離しか届かないです。テント入れて、こっちにいんのかな、どっちにいんの。さあそこから入ってきそうなんですが、裏から撃たれている。さあ危ない、もう私の位置はバレてるから気をつけないと殺される。もう私のタレットがなんかやってくれ た。さあそこは置いといて、入ってこようとするやつを倒そうかな。さすがに入ってこないか、あんな目の前に堂々と置いて、置いといたらね。さあ向こうを、 OK。 あ、入ってこられちゃった。そうそうそう、ずっと見てないといけないから、あそこを、そこが大変なんですよね。タレット置いて、まずいまずいまずい、自殺。仕掛けられた、やだー、仕掛けてほしくないのに。なんで仕掛けるんだ、仕掛けてほしくないのにな。おい、やっぱ殴りが強いスペシャリストで突っ込んできたね。スペシャリスト特攻は本当に強いよ。さあホームショットで、どこも、もう取られましたね。完全に押されている。さあここ取られた瞬間にガンシップ、カミーノは取られた瞬間にガンシップ。これはもう本当にテストに出るぐらい本当重要なことですから覚えておいてください。ここはね、敵の脅威はほぼ、ヘビーですね、ヘビーのセントリーぐらいなんで、バトルタンクのあのいまいましい攻撃がないので結構長生きできる。敵はこことここから来るので、もう一気にここでチャージをオーバーヒートなくして一気にお掃除、ここでだいぶキルを稼ぐことができる。さあこっちからも来るかな、当てるのが本当難しい。さあオーバーヒートなくしてから、よいしょ、 OK。
さあ中に一人入ってんな。遊べた。さあどこ行くかな。オッケー。味方の増援が現れたぞ。オッケー。さあもう気持ちいいですね。はい。さあどっちもうまく守れてるね。さあまたオーバーヒートなくして、やべ、敵の飛行機が私をめっちゃ狙っていた。さあ、OK、死んだところは見えなかった。気づいたらもう次の人生が始まっていたみたいな、映画みたいですね。放流に挑みづけるみたいな。さあある程度キル稼いだので、なんとかここでヒーローを使いたいよね。痛い。このリモート爆弾をもうちょいうまく使いたいけど。さあここかな。いた。OK。 さあ他はあそこかか、あそこかかって、ちょっとこっちに登りたい。さあここで後ろ回って一気にお掃除だ。あーもう狙われてる。さあ回復待ってから、やれないか。おい、さあダースモールがこっち来ようとしたら爆発させる。 OK。さあ誰で行こうかな。久々の半ソロで行きますか。なんだよ、リモート爆弾だしね。さあ半ソロのリモート爆弾の投げれる距離、ほんとどぎも抜かれますからね。そんな投げれんのって。そして R1 のショルダーチャージ、これで敵にぶつかって飛ばすことができる。おい、結構遠いよね飛距離。そんでハンソロも HP 回復することができないんで、とにかく当たらないように遠くからパスパスです。なかなか厳しいね。そんでハンソロのリモート爆弾、私5秒間放置したら起爆範囲がめちゃめちゃ、爆破範囲がめちゃめちゃ広くなるってやつをつけてるんで、ほら適当に投げても結構な範囲で当たる。さあやべショルダーチャージ、シャープショット中に来るんじゃないよ。 OK。 さあリモート爆弾を投げて、さあ5秒待つ。1、2、3、4、5と。さあ来たか。 OK。 やべ、まずい、まずい。よしよし、ここなら当たんない。当たるー、ヨーダが助けてくれた。おい、さあショルダーチャージで力逃げる。リモート爆弾、ほい、今です、決まった。さあ、オッケー、壊れた。おい、さあ、ということでリモート爆弾でした。ハンソロのリモート爆弾はほんと強い。ヘビーのリモートもこんくらい強かったらいいのにな。あー、もうすんごい入ってんな。ただここで抑え切ったらもう向こうは捨ててね、捨てちゃって、この逆側を取らせる前に向こうのチケットをゼロにすればこっち待ち。あそこにいんな。 OK。 よ
今度はこっちを死守、ここさえ入らせなければ。あー入っちゃう、やべ、リモート爆弾ぽい。もうちょい遠くに投げたかったな。さあセントリーでどいてくれ。 OK、 怖いのは後ろから来ること、おそらく来ないとは思うけど来るな。さあここにリモート置いておきたいな。ほい、ボスクがいるね。おい、ギリギリ範囲外か。いや、私のタレットも相まって勝利に導くことができましたね。ということで今回はここまで。いやなかなかまあ強いけど、正直インパクトグレンデルの方がいいんじゃないかなと個人的には思います。皆さんもよかったらぜひ使って遊んでみてください。ということでチャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。次回もお楽しみに。ではまた。